とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はボスラッシュやっていきたいと思います。簡単な方のボスラッシュですね。今日はちょっと縛りを入れていきたいと思います。通常攻撃は禁止です。通常攻撃禁止で、ボスラッシュやっていきましょう。ちなみに、カバン帯電ビルドです。それでは、行きましょう。まあ、問題ないですね。最初は。あ、ちょっと待って。早い。思いっきり早い。ちょっと待ってね。矢を取らないと話にならないので、矢をちょっと集めさせてください。はい、次。早っ！ちょっと待って。むちゃくちゃ早い。これが、本気のカバンビルドだよね。なんだこの速さは。あ、矢がない、矢がない。ちょっと待って、矢をちょっと取らせて。あぶね、矢がなくなるともうどうしようもないんだ。あとは、あ、いたいた。じゃあちょっと矢をなんとかして、よし、 OK。 これぐらいないか。おっしゃ、早っ。あー、やばい、見えなくなる。あー、危ねえ。はい、倒した。で、あと一体どこ。あー、やばい。ちょうど見えなくなるタイミング。どこだ、本体。あー、いた、本体いた。はい、終わり。で、あとはムーシルモンスターズ。こいつらがね、ちょっと HP が高めです。どこだ？はい。終わりだー。早っ！はい。ということで、戻ってきました。最速でした。最速で倒すことができました。めちゃくちゃ強いんだけども、まあ、ちょっと弱点はあります。まず、矢がめちゃくちゃ減る。めちゃくちゃ減るんで、矢の確保がすごく重要になってきます。そして、リフレッシュが効かないので、敵がめちゃくちゃ多いところではどうしても死んでしまうっていうところですね。まあ、ボス戦ではものすごい使えますので、まあ、今後もね、これでやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。